はい、のちゃん、かずこでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょーからのドーン、オオズワイガニっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、オオズワイガニっていうことでね、こちら、僕が最近めちゃくちゃハマっているカニでございます。ワタリガニが水揚げがなさすぎて、僕最近こっちばっか行ってますね。で、以前僕一度オオズワイガニ動画にしたことあるんですよ。で、皆さんもニュースで名前だけ聞いたことあるよって方いるんじゃないですかね。この今このオオズワイガニっていうカニ、これが北海道でたくさん取れてるみたいなんですよ。もう大発生で、これ普通のズワイガニとはまた別の種類、市場ではバルダイっていう風に取引されてますね。ほんでこのカニめっちゃうまいんですよ。足の身も本当に本ズワイと遜色なく甘くて美味しいし、ほんで何しろこの味噌、このね、オオズワイの味噌がめちゃくちゃうまいんですよ。たっぷり入ってますしね、僕の大好きなカニなんですよね。で、なんでこのオオズワイガニが北海道で大繁殖してるのかっていうのを魚に詳しい方に聞いたんですけど、諸説はあると思うんですけど、北海道の日高では一昨年に赤潮が発生して、オオズワイガニの天敵である水ダコが激減したらしいんですよ。そのため大量に増えたとも言われてるみたいですね。でもこのオオズワイが発生しちゃうことによって、このカレイの刺し網漁師さんたちは困っちゃってるんですって。このオオズワイが網を破っちゃうんですよ。なんで美味しいんですけど、急にこんな発生したもんだから販路が確立してないんですよね。なんで値段もつきにくく困ってるっていうのが現状あるらしいです。じゃあもうそれはね、紹介しようということで、でこちら僕漁師さんに頼んでまとまった量がガッと仕入れることできましたんで、こちら販売も今回していきたいなと思っております。気まぐれ通販のコーナーですね。これはね、本当にお値打ちですよ。まずこちら2キロ入っております。出していきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、大小8杯入っております。こことかめっちゃ大きいっすよ。もう普通のズワイと変わらんよ。で、大きいのはすごく身が詰まってて、この足の身美味しいです。で、ちっちゃいのはちっちゃいので、味噌のね、詰まりがすごい、外れが少ない気がしますね。小さいところで、まあ大体 160g ですね。で、こういう大きいところで、大体 560g。カニの2キロってすごいたっぷりですから。今回生の状態で来ましたけど、販売するものはちゃんと皆さんが食べやすいように、浜茹でされたものです。しかも、冷凍はしておりません。浜茹でしたらもうすぐに発送するという形で、もう絶対冷凍しないで送ってくれっていう風に言ってありますんで、プロが浜茹でした美味しいオオズワイガニ召し上がれます。で、ちょっと一回これ茹でちゃいますね。で、塩分はだいたい 2.5% から 3% ぐらい、まあ、ちょっと今回小さいので 2.5% ぐらいで、浜茹でしてくださる方にも、まあ、3% じゃなくてもう少し低めの 2.5 から 2.7 ぐらいでお願いしますって言ってありますんで、ちょうどいい塩加減で送られてくると思います。あんまりね、塩味はね、濃く入れすぎなくていいんですよ。塩味は後から足せますん で、味噌を食べるんだったらなおさら塩味は少なめでいいと思いますよ。そしたら甲羅を下にして茹でていきます。カニって大きい鍋で大湯でしっかり茹でた方が美味しいんですよね。で、これご家庭じゃなかなかね、できないじゃないですか。なので今回はしっかり浜茹でをしてもらいました。しかもノンフローズンですから、ここ絶対大事。カニは冷凍するとね、やっぱ味落ちちゃいますんで。よし、湯がいていきます。はい、そしたら茹で上がりましたと。こんな山盛りのズワイガニ、これ今回このオオズワイガニ、この2キロ浜茹でのノンフローズン、こちらがですね、お値段なんと税込みの5000円で販売できるということになりました。安い。送料はちょっと別になっちゃうんですけど、発泡スチロールとか氷とか、あと浜茹でとか、もうそこら辺をね、もう最小限に抑えるように交渉しまして、この価格が実現しました。これね、どれだけ安いかちょっと分かりにくいと思いますんで、今日僕市場に行ってきたんですよ。市場にあるズワイガニ買ってまいりました。で、ズワイガニサイズによって値段違うんですけど、4500円のズワイガニありましたんで買ってきました。それがこちらです。はい、これです。これで4500円ですね。一番大きいサイズのオオズワイと、ほらサイズほとんど変わりません。なんならオオズワイの方がちょっと大きいぐらい、身もねしっかり入ってますから。で、ちょっとこのズワイも茹でてみましょうか。せーの、はい、茹で上がりましたと。茹で上がった見た目こんな感じですね。まあ、特徴はというとですね、オオズワイの方がこう見た時にトゲが多いんですよね。ここの真ん中の足見てもらうと分かりますよね。これ本ズワイガニですね。これツルツルしてますよね。ここ
トゲはあるんですけど、比較的ここツルツルしてます。で、オオズワイガニ見るとこの本ズワイにはトゲがなかった箇所にトゲが生えてますよね。これがね一番見分けやすいポイントですね。あと口ですね。口見た時にこれ下がですね本ズワイガニですね。歯並びがまっすぐなの分かりますかね。シュッとまっすぐですね。その点このオオズワイガニはこれ山なりになってますよね。これがポイントですね。ほぼ値段変わりません。そしたら次は実際剥いてみましょうか。まずはこちらオオズワイガニから。で、オオズワイガニ、これちっちゃくて剥くの大変そう、めんどくさそうって思うじゃないですか。全然そんなことありません。ちっちゃいからこそすごく簡単に剥けるんですよ。その剥き方も今日ねレクチャーしていきたいと思いますので、用意するものがですね、もうご家庭にあるどんな包丁でも OK です。包丁とで、これすりこぎ、今回まっすぐの綿棒みたいなやつを使いますけど、普通のすりこぎ、こっちが細くてこっちが太いもの、それでも全然 OK です。この2つだけ用意してください。まず足を揉いでいきます。手でこうやってポキポキ揉いでもいいですし、包丁でこうやって切ってもいいです。とりあえず足を全部揉いでいきます。はい、爪も揉いでいきます。こんな感じですね。そしたら次はここですね。ここに関節まだ残ってますんで、関節をこうやって切ります。こうやって切り口を広くしてあげます。この段階でわかりますよね、身がギッチギチに詰まってます。そしたらここ足ですね、この関節をポキッと外してこの筋を取ります。これ大事です。これ全部やっていきます。はい、こんな感じ。そしたらですね、綿棒で細い方をまず下にします。で、この色の濃い方を下にします。で、この色の薄い方ですね、この裏側を上にします。そうして、この細い方から太い方にかけて、綿棒で押して、グリグリグリっとやると、ほら簡単にスポッとカニの棒肉の完成ですね。で、この筋もこの段階で取ってありますんで、もうここの中には筋入ってません。もうあとは食べるだけっていう状態ですね。じゃあこれまず2キロでどれだけの足肉が取れるかやっていきましょうか。早送り中すみません。ハサミの方が楽かも。ハサミでこの関節のここですね、ここの段階で落としちゃいます。ここをパチンと。そしたら包丁でこう切る必要ないんでね、なんでこういう感じに落としてください。じゃあ早送りに戻ります。はい、足の身がこんだけ取れました。もうたっぷりですよ。しかもこの足の一番太いところだけでこんだけですからね。こういう細いところとかこういう柄はこれまだ出汁出ますんで、ちょっと素焼きしてお味噌汁とかにしても美味しいし、これで出汁を取ってその出汁で茶碗蒸しとか作ってもいいですし、あとこれ油の中に入れてカニの殻の香りを油につけてカニの甲羅油を作って、それでチャーハンなんか作ってもカニ風味のチャーハンができて美味しいかなと思いますよ。この殻もね、いろいろ活用法があります。で、これ大きいところの爪ですね。こういうとこは僕はね、こうやってトントントンと半分よりちょっと上らへんをトントンとして、こうやってパキッと割ります。でも鮮度いいんでこうやってねくっついちゃうんですよね。なんでポロンと取れないんですけど、これはこれでこうやってほじくってカニの爪として美味しく召し上がれます。爪もね大きいんですよ。あとかなりね大小は様々です。来てからのお楽しみですね。調子がいいとこうやって綺麗に取れますね。はい、これが身ですね。そしたら次は1尾4500円のこちら本ズワイガニを剥いていきましょう。まずは足の身から。こちらも同じように剥いていきます。はい、こんだけです。太い足だけ剥いてこんだけ。こっち4500円の本ズワイ、こっち5000円の大ズワイ、もうこんだけの差があるんですよ。こんだけ違いますからね。3倍4倍ぐらいの差があります。で、ここからまたさらに胴の身と味噌がありますんで、まだまだ取れます。じゃあまずこちらの大ズワイのだるまから処理していきましょうか。これ頭だけの状態のことをだるまとも呼びますね。では頭やっていきます。まずふんどしを外して、もう見てください、この段階で味噌ギッチギチで、真ん中に1本割れ目入れます。そしたら
1つ、2つと。そうすると味噌が真ん中に残りやすいですね。ほら、この味噌の量やばくないですか。そう、この大ズワイって味噌すごいんですよ。ほんとたまに少ない個体もいるかもしれないんですけど、基本的には味噌がすごい。ほんでこの味噌が極上なんですよね。すげえうまいんですよ。書いていきますね。ほら、こんなたっぷりで、この白いねふわふわのところ、ここも僕好きですよ。ここはここで食べれます。これなんて言うんだろう、薄皮っていうんですか。ここね美味しいんですよ。僕はねここは味噌とは別で食べたいですね。これこんなで、どの身は一回置いときます。ほんでこうやってね、オスとメス、これメスなんですけど、これメスですね、これオスですね。オスとメスは混じって入ってます。でメスもこうやってね、内子入ってるやつもいます。いや、全部が全部とはちょっと言い切れないんですけど、入ってるやつはもうたっぷり内子も、ほら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 、たっぷりの内子、これがねまたうまいんすよ。ほら、え、すごい入ってるわ。これ大当たり。僕7回ぐらいこれ試食してますからね。そんだけ試食して、あ、これだったら大丈夫だなということで、今回販売しようということになりましたよ。あー、これも内子入っとる。え、これどう思います？めっちゃお買い得じゃないですか。はい、こんな感じで大雑把にとってもこんな量あります。ずっしりです。では次、本ズワイの味噌見ていきましょうか。こちらはお酢ですね。お、本ズワイも、わ、味噌ぎっちりですね。そう、ちょっと大ズワイはね、この味噌がね、栗色なんですよね。さすがやっぱ本ズワイもすごい、味噌はたっぷりですね。本ズワイは1杯のカニからこんだけでしたね。こっち大ズワイ、こっち本ズワイ、この味噌の量がすごいですよ、やっぱ。では次、こちら最後です。この胴の身、ここの処理がものすごい大変だと思ってませんか。これもね簡単なんですよ。一瞬で終わります。見とってください。まずこのエラを取ってください。はい、そしたらつながってるものは半分に落とします。で、できればこのくちばしのところですね、ここ切ってあげるとより作業がスムーズになります。ここですね。はい、この状態になりましたら、またすりこぎです。すりこぎの登場。これで白い方を上にして、ここの付け根からグッと押して、ちょっと力入れてください。グッと力入れます。そしてグリグリグリっと回していきます。そうするとほら、身だけ綺麗に取れるんですよ。で、この中に殻入ってないんですよ。ほら、こんだけ綺麗に取れます。じゃあこれもかき集めていきましょうか。はい、こんなたくさん胴の身取れました。で、この胴の身の柄、これですね、これめちゃくちゃ出汁が出ます。この足の柄とは比にならんぐらい出汁が出るんですよ。正直これを昆布出汁に入れてカニ鍋ができちゃいます。白菜とかね、いろんなもの入れて、この柄にもすごく価値があります。身だけでなく、ここもぜひ楽しんでください。で、これ取った甲羅ですね、この甲羅も価値があるんですよ。これがまた甲羅も軽く炙って、で、そこにね日本酒を注いで、熱燗なんかどうでしょうか。春目前に飲む熱燗っていうのもまたおつですよ。では次、本ズワイですね。本ズワイの方も同じようにやっていきましょう。これめっちゃ楽なんですよ、ガラガラってね。僕正直動画外でカニを剥くときはこうやって剥いてます。本当に楽でね、この身がねそんな残んないんですよ。実際綺麗に剥いても取れるのってこんなもんですよ。これ本ズワイですね。これ大ズワイ、もう全然もう天と地の差がありますね。ほぼ同じ値段なのに。はい、ではこんな感じで剥けました。こちらが5000円分の大ズワイガニで、市場で買った4500円のズワイガニですね。この差やばないですか。僕正直喋りながらカメラのアングルも変えながらやって1時間もかかってないんで、普通にやれば20分30分ぐらいで終わるんじゃないかな。でもこの状態になってたらもうすごく食べやすいですね。そしたら今日はこちらの大ズワイガニを使ってですね、大ズワイガニのカニ丼作っていきたいなと思います。これはたまらないですよね。じゃあご飯に乗せて作っていきましょう。じゃあ今日はカニだけの丼と、あと北海丼を作っていきますか。北海丼の材料はまずは生ウニ、ボタンエビ、そしてホッキ貝、
これだいぶスペシャルです。久しぶりにこのクオリティ見ました。もうねマグロ買うつもりなかったんですけど、もう一頃買っちゃいましたね。これはマイナス60度冷凍にしといて少しずつ食べていきたいと思います。これはなかなか出会えないやつ。じゃーん、これすごくないですか。これ本マグロじゃないですよ。天然の脂キハダ、宮城のやつですかね。これ良いね。背の真ん中、背中ですね。最高の一品。まずは血合いを外します。そしたら天身外しちゃいますか。そしたらいつも通りこうやって下ろしていきます。うわ、いいキハダ。キハダマグロでここまで脂乗ってるやつマジで見ないですから。また本マグロとは違ってあっさりとした香りのあるすごく綺麗な脂なんですよね。これはねもう最高ですね。これ値段もね、キハダマグロの値段じゃないですから、普通に本マグロぐらいの値段しますからね。でこういうところは中落ちで食べたいと思います。でここの部分が三角って言ってちょっと筋っこいところですね。筋っこいところはそこでねうまいんですけどね。筋を切るように切っていきます。でここに一個大きい筋が入ってますんで、この筋だけは取っていきます。この三角の部分はですね、巻物とかにするとこの筋がシャリにすごく絡んで美味しいですね。でこれ赤身のところですね、ここは最高だと思うよ。これはうまい。はい、サクッとさばき終わりました。これは後で真空冷凍しておきます。じゃあ今日は赤身のここ使いましょう。そしたらもうサクッとやっていきますね。まずは生ウニですね。今日は塩水ウニを買ってきました。塩水のバフウニうまそう。でボタンエビですね、よく洗ったボタンエビ。今日は頭ついたままいきますか。はい、こんな感じで、ホッキガイはもうさっと剥きます。せーの、あれ、せーの、あれ、もう一丁、せーの。では役者は揃いましたので、こちらご飯に盛り付けていきたいと思います。その前にもう一個ありました。こちら今が旬の、じゃーん、これ分かる人は海鮮詳しい人ですね。これがメカブの本体です。これスーパーでもずくの横とかにこうパックで並んでるやつですね。これ何かというとワカメの根っこの部分です。すごくトロトロしてて美味しいですよね。で今の時期このメカブめっちゃ出てきます。この2月終わりから、まあ、4月ぐらいまでですかね。大好きなんですよ。これパックのやつではない香り、そして歯ごたえがありますんで、僕毎年この時期になるとメカブドサッと買ってメカブ仕事をします。今からやるんですけど、こう切って刻んでいくっていう作業ですね。でこれ安いんですよ。しかも僕こんだけ買って800円でした。激安で、今日これも海鮮丼に合わせていこうかなと思いますよ。まずこれ綺麗に洗っていきます。この間のひらひらのところまで綺麗に洗っていきます。そしたらですね、このヒレヒレをここで取ります。こういう感じで、こっち側も同じように。でこれ茎わかめですね。これ煮付けとかにするとまた美味しいですね。でこれがメカブの正体。そしたらこれを刻んでいくんですけど、まあ、刻み方2種類あって、まあ、1種類目はもうダダダダダとみじん切りみたいにするやり方と、でもう一つはこうやってこのひらひらをこうやって取って一個ずつこういう状態にします。この状態ですね。そしたらこれを細く刻んでいく。こういう感じで、細ければ細いほど僕は好き。こういう千切りにするんですよ。この状態になってるとすごく使いやすい。これでタッパーに入れといて熱々のお味噌汁にパッと入れるだけで、もうすごくメカブの華やかな香りとトロッとした旨味が味噌汁全体に広がります。でこれをねメカブ仕事って言って、僕は毎年夜な夜な一人でやってます。もう手慣れたもんです。僕はねみじん切りよりこうやって細切りの方が好き。歯ごたえが好きなんですよね。このコリッコリッとしたね、まとめて、これね結構時間かかります。正直大ズワイガニ剥くよりこの量のメカブ処理する方が大変。でもこうやってね無心でやる作業って好きなんだよな。でたまにこうやって大きいのも入っとってもいいんですよ。これもまた味ですから。動画用はこんなもんにしておきましょうか。そしたら沸騰したお湯にメカブを入れます。でも一瞬でほらパーッと青くなりますね。で青くなったらもう OK、 すぐやめます。そしたらザルに開けて冷水で冷やします。でさっと粗熱が取れたら
湯通しめかぶの完成ですね。これがまたうまい。これにポン酢と鰹節かけて食べたらもう最高ですよ。この量2日でなくなりますよ。はい、で今日は白米を用意しました。酢飯でもいいんですけど今日は白米な気分。こっち大ズワイ丼、こっち北海丼にしましょう。まず両方にこのめかぶを敷き詰めます。めかぶがカニとご飯の間に入ることによっていい緩衝材になるんですよ。すごく香りも良くてコリコリとした食感がすごくアクセントになる。山芋とかでも好きですね。こういうちょっと癖がある海鮮丼好きなんですよ。じゃあまずカニからですね。棒肉をもう敷き詰めてましょう。たっぷりと。もう乗らねえや。棒肉こんだけしか使ってないのにもう半分以上埋まっちゃいましたね。これはいかん。そしたら胴のみ、よし、胴のみを置いて、そして次こちら内子、内子も置いて、そして味噌もここにドカッと置いたら、ちょっと色合いでほじそ、すだちなんかもちょっと添えたら、はい、こちら大ズワイ丼の完成。まだこんなたっぷりある。なんで2キロでこの丼がだいたい3杯から4杯作れますね。やばくないですか。これお店で食べたらこれだけで3000円ぐらいいきそうですよ。次海鮮丼いきましょう。まずはマグロちゃん3切れ乗せて、ウニですね。ウニももう豪快にドサッと。海鮮丼はねご飯が見えちゃダメなんですよ。ほんでホッキ貝まだ生きてますよ。ちょっと1枚じゃ大きいので切っていきます。丼なんでね、一口サイズに切って盛り付けました。そしたらじゃあまず真ん中にボタンエビいきましょう。ボタンエビ、そしたらここに大ズワイをこれでもかっていうほど敷き詰めていきます。ご飯が見えないように、はい、ここにもほじそ添えて、はい、これで北海道の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、じゃあ食べていこう。こちらが大ズワイ丼、そしてこちらが北海丼ですね。そしてこれ甲羅酒も今日やろうかなと。火をつけて、でちょっとこう炙っとくんですよね。でカラッとなったところに日本酒を注ぐと。甲羅を温めている間にまずこちらの丼をいただきましょうか。醤油をかけてさーっと、よし、こんなもん。じゃあまずこちらの胴のみとこの棒肉コーナーからいきますか。下にめかぶが入ってます。このめかぶと一緒にいただきます。うん、まっ。これを味濃っ、うまっ、やっばい、これすごいわ。めかぶさんがいい味出してるわ。じゃあ次こちら味噌のところですね。味噌のところも味噌と内子、ここをいただきます。やばい、これ冷凍物とはまるで味が違う。柔らかい味噌とこの旨味のある味噌、この味噌の甘みめちゃくちゃ強い。苦味とか一切ないんですよ。変なズワイガニの味噌って苦味あるじゃないですか。もう全く苦味ないです。もう濃厚プリンのような、そんな味噌ですね。もうほんとやってほしい。で、大ズワイガニって今取れてるだけであって、もう来年再来年取れるかって不明なんですよ。今までこんなにいなかったカニなんで、だからこそ販路がなくて漁師さんも困っちゃってるんですよね。これはね、めちゃくちゃ価値があるカニ。今この値段で食べれますけど、これ美味しさがもっと知れ渡っちゃったら値段は確実に上がっちゃうでしょうね。今だけなんです。一度きりの人生、こんな機会めったに来ないと思いますよ。今まで取れてなかったものが取れるっていうね。そしてこの値段で食べられるっていう、今だけなんでね、ぜひ皆さんも検討してみてください。めちゃくちゃうまい。こっちの丼もちょっとつまみますね。うん、ほらうまいな、ウニが。あ、このメーカーうまいわ。これは従業員のこのまかない用に作ったっていうのもあるんで、あまり食べさしにならないように。マグロちょっといただきます。うわ、いいマグロだ。うまっ。でもキハダマグロレベル99ですね。この上はあるんかなっていうぐらい、もうキハダマグロのマックスですわ。うん、ホッキもうまい。北海道来ちゃった気分。はい、ではあーだこうだ言ってる間に甲羅がカラッとしましたね。
こういうところに味噌が残ってるんですよ。この味噌とこの日本酒を合体させる、これが甲羅酒です。でこのカニの甲羅の香ばしい香りも日本酒に移っていくと。ここがちょうど飲み口みたいになっててね、都合がよくできてるんですよ、カニの甲羅っていうのは。これ考えた人相当スケベだと思いますよ。でちょっと温めていきます。はい、じゃあ温まってきましたね。こちらいただきます。うわー、うめえ、うますぎる。あー、やばいな、やばいな、これはダメでしょ、こんなの昼間からは。うーわ、うまっ。コーラ酒の一発目やばっ。もうこれお酒じゃない、もうスープ。これもう終わったらもう一回やります。これ3回ぐらいはいけますから。2回目はこういうとこほじくってこうやって味を濃くしていくんですよ。1枚で3回楽しめますから、本当にカニはね捨てるとこないですね。はい、というわけで今日はこちらの大ズワイの丼ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、ゲイのねやつ。もうあの甲羅酒とこれは別です。あー、カニとビールは反則だろう。はい、こちら7対3ですね。いただきます。うめー、幸せ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は北海道で採れた大ズワイガニを使って大ズワイガニのカニ丼、そして北海丼作って食べてみましたけども、あのカニうまい。身の味よし、身入りよし、味噌よし、打ち粉の味よし、甲羅の香りよし、こんなカニはもっと評価されるべきです。で今回は2キロ入りを税込み5000円で販売したいと思います。ただたくさん仕入れたんですけど、数に限りがあります。500から1000ケースぐらいは用意できると思うんですけど、ほんと売れたら終わり、早い者勝ちなので、ぜひ気になる方はお早めに購入してください。配送中に少し足がもげてしまうこととか、もともと少し足が欠けちゃったりするものがもしかしたらあるかもしれませんけども、そこら辺はご了承くださいませ。大きさはバラバラです。オスが入ったりメスが入ったり、大きいサイズは基本的にオスですね。で小さめのサイズ、今日の打ち粉が入ってたサイズはメスだと思ってください。で生物ですので、届いたらできるだけお早めに召し上がってください。一応ラベルに賞味期限は書いてありますけど、早く食べた方が美味しいと思います。で準備できる数が正直少ないんで、購入後のキャンセルとか返品は一切できませんので、そちらの方もご了承くださいませ。ほんと今しか食べられない奇跡のカニなんでね、カニ好きの方ぜひ食べてみてください。5000円ですので、お試しで今しか食べられない大ズワイガニ召し上がってみてはいかがでしょうか。購入は下のリンク、またはこのバナー、このアイコンの方から僕の金子道具店に飛べますので、そちらの方でご購入お願いします。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。